ドコック先生が言ってたのはこれかな。300巻まであるみたいだけど、残りの巻もどこかにあるのかな。新刊を読み直してたら新たな解釈に気づいたの。アーサーはベルを意識したんじゃなくて、ベルの中にエドガーの面影を見てたの。深海でベルが羽織ったアーガイルのカーディガンの描写、これが伏線だったわけ。アーガイルはエドガーの好みの柄だから。はあ、すごいわアナベル。そうなんだ。またアナベルとナイトフォールについて話したいな。行ってきたら？え？どうせ時間は巻き戻るし、学校を抜け出して行ってきたら？でも日付が変わるまでにアナベルの元にたどり着けるかわからないし。あ、そうだ、アッコ協力して。アッコ、ありがとう。これでアナベルに会いに行けるよ。どうやって会いに行くの？この材料からアナベルの近くにあるレイラインの出口がわかる魔法コンパスが作れるの。それじゃあ行ってくるね。アナベルとは会えた？うん、いっぱい話せたよ。アナベルが時間の構想も少しだけ教えてくれて、とても楽しかった。その割にあまり嬉しくなさそうだけど。うん、やっぱりこういうの良くないと思って。え、なんで？私はナイトフォールの一読者でありたいの。アナベルとは友達だけど、やっぱりナイトフォールのファンとして一線を越えちゃダメかなって。そういうもの？私にはわかんないや。あ、そうだ、アッコ、これ。
ナイトフォールの最新刊？アッコにあげる。最新刊だけど、ちょうど新しい物語が始まる刊だから、ここから読み始めても大丈夫だよ。ありがとう。で、これもしかしてアナベルのサイン？いいの？うん、私ももらったから。大事にしてね。アッコ？ちょうどよかったですわ。あなたに少し聞きたいことがあったんですの。何？あなたもそのナイトフォールを読むの？え？うん、面白そうだから読もうかと思ってるところ。ロッテから最新刊もらったし。最新刊って365巻？確かに区切りとしては良いですけど、おすすめは320巻から355巻のゾンビ編ですわね。エドガーが一人でゾンビの群れに立ち向かう物語は、冒険譚としてもロマンスとしても盛り上がるんですの。そうなんだ。バーバラもナイトフォールが好きなの？うん、まあ一応全巻読んでる程度ですけど。ふん、でも私持ってるの最新巻だけだから、これから読み始めるよ。そのサインってもしかしてアナベルの？うん、ロッテがアナベルのサインをもらってきてくれたんだ。アッコ、よかったら320巻から355巻までのと交換してくれません？え、この一冊と？先ほども話しましたが、ゾンビ編はナイトフォール初心者におすすめですわよ。でもこれロッテからもらったし。それならぜひロッテに確認取ってみてくれません？うん。というわけで、バーバラもナイトフォールのファンみたい。え、本当？バーバラもナイトフォールが好きなの？うん、それでロッテからもらった最新刊なんだけど。その本はアッコにあげたものだから、アッコの好きにしていいよ。バーバラの言う通り、320巻からのゾンビ編はナイトフォール初心者向きだと思うし。決めた。私よりバーバラの方がサイン本を大事にしてくれそうだし、交換してくる。うん、アッコが決めたならそれでいいと思う。それよりバーバラとナイトフォールについて話してみたいな。バーバラ、さっきの話なんだけど。どうでした？ロッテは私の好きにしたらいいって。だからバーバラの気が変わってなければ交換する？ええ、よくってよ。あれ、365巻も？サービスですわ。機会があったらゾンビ編の感想も聞かせてね。そんなにナイトフォール好きならロッテと話してみたら？そうね。でしたらこれをロッテに渡してくださる？わかった。ちゃんとロッテに渡しておくね。ロッテ、これバーバラのメールアドレス。バーバラの？
うん、ナイトフォール話をロッテとしてみたいって。そうなんだ、わかった、絶対連絡する。というか早速連絡してみるよ。ロッテなんだか眠そうだね。うん、寝るの遅かったから。そうそう、バーバラナイトフォールにすごく詳しかったよ。へえ、そうなんだ、意外。昨日の夜グレートベン810さんと一緒に3人でグループチャットしたんだけど、すっごく盛り上がったの。バーバラはエドガー推しだったけど、ううん、だからこそアーサーを認めてて。なるほど。楽しかったけど、でも覚えてるのは私だけなんだよね。大丈夫だよ、時間の流れを元に戻したらバーバラとまたいつかナイトフォールについて話せる機会が来るって。うん、